はい、どうも皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。エブリータイム、本人でございます。とですね、皆様にちょっとご報告したいことがあります。当チャンネルのですね、チャンネル登録者が1万人を突破いたしました。今まで私のチャンネルを見てくださった皆様に感謝の言葉を述べたいと思います。本当にありがとうございます。当チャンネルはですね、チャンネルを開設してからもう6年ぐらい経ったんですけども、やっぱり1万人を超えるっていうのはやっぱりすごい大変でしたね。最初はですね、すごい伸びが良かったんですけども、やっぱりその2021年ぐらいあたりからだんだん伸びが悪くなったりだとか、あとは再生回数も伸びなくなったりっていったことで、やっぱり私としてもですね、すごいやっぱり悩んだりだとかしたんですけども、やっぱり他のチャンネルにもですね、やっぱり視聴回数が抜かされたりだとか、チャンネル登録者とかで抜かされたりとかして、やっぱり当チャンネルっていうのは、やっぱり他のチャンネルと比べて魅力がないのかなとは思ってはいたんですけども、でもそれでもですね、やっぱり頑張って当チャンネルを見てくださった視聴者様のやっぱりコメントっていうのを見てですね、僕もやっぱりその諦めずに頑張ってここまで来たんですけども、そしてついにですね、チャンネル登録者を1万人突破したっていう私の念願の夢だったんですけども、やっぱり長らく頑張ってきたこともあってか達成できました。本当だったらですね、その3月ぐらいに、3月末までにね、チャンネル登録者1万人達成したかったんですけども、その時までまだ学生だったので、4月8日ですかね、新社会人になってから突破したっていったちょっと歯切れの悪いって言いますかね、そういうこういうふうになってしまいましたね。でもやっぱりそれでも読者が1万人突破したことはかなり嬉しいことでございますね。本当にね、当チャンネルはもうやっぱり、当チャンネルの強みって言ったら、ホームドアだとか、あとは走行音だとか、あとはその、速達性のあるネタとかっていうものなんですけども、やっぱりホームドア以外の動画が特にあまり伸びなくなってですね、それでもホームドアもだいぶ伸びなくなってしまったんですけども、ただ、やっぱりちょっと今年からですね、ホームドアの動画とかを、ちょっと視点を変えての、投稿を始めたわけなんですけどね、それで当チャンネルの一番の強みっていうのはホームドアです。はい、それこそね、特に本州の鉄路線のホームドア稼働州なんかはやっぱりもう2時間近くまで迫るもう再生時間のある、私本人としてもですね、そんなに長くは見れないかなと思ってですね、何回か分けてね、見るって言ったところなんですけども、やっぱりそれだけホームドアに種類があるってことをですね、視聴者様に伝えたいっていうのもありますし、やっぱりホームドアっていうのもね、いろいろありますね。はい、ちょっとね、話はずれてしまったんですけども、当チャンネルはですね、これからも頑張っていくので、皆様応援をよろしくお願いいたします。はい、今後の活動はですね、私の念願の目標だったチャンネル登録者1万人を達成したんですけども、でもこの感じですとですね、チャンネル登録者10万人行きたいなと思ってはいるんですけども、ものすごい時間がかかるので、とりあえずはですね、そのチャンネル登録者の目標はちょっと今はもう考えていませんね。2万とか3万とか5万とか10万とかいうような形では特に考えてなくて、自分のペースでこれからはですね、投稿していきたいと思います。で、おまけにですね、私はちょっともう4月から新社会人となってですね、非常にやっぱり動画撮影する時間がなくなってしまったので、あと編集する時間ですね。やっぱり新社会人だって、やっぱり動画編集とかしようとはね、思っても、なかなかその体の疲れっていうのもね、すごいあるので、で、今なんかですね、今日は4月14日だっけ、なんか
で、大体ちょっと今8時ぐらいで撮影してるんですけども、まあちょっと私基本的に日曜日っていうのもちょっと話はずれて申し訳ないんですけど、私基本的にね、日曜日ってね、8時27分に起きるんですよ。で、8時27分に起きて、まあ、プリキュアを見て、で、そこからまあすぐに、なんかいろんなことをしたいなんですけども、今日はちょっとたまたま早く起きたのもあってかですね。あとはちょっとこの後、ちょっとプリキュア見た後用事があるので、ちょっと今の時間帯でちょっと撮影してるんですけど。はい、話はね、脱線してしまったんですけども、やっぱりその動画を編集する時間がですね、やっぱり物理的に少なくなってしまったりだとか、あとはやはりその新社会人になってしまったことでですね、やっぱりすごい忙しくなって、で、体力もね、やっぱりだいぶ使うので、ね、精神的にも体力的にもやっぱりなかなかその動画を編集する気力がやっぱり、なくなってしまうっていうところがやっぱりあってですね、ちょっと今後の投稿はですね、やっぱり私のチャンネルは、まあ、毎日投稿ってやってきたんですけども、それが維持するのがやっぱり難しくなりつつあるんですよ。あ、でもですね、まあ今はちょっとこんな状態ではあるんですけども、やっぱり新社会人だってやっぱりいろんな経験っていうのがあって、やっぱりちょっと体もね、心もやっぱり疲れがやっぱり慣れが全然出ないんですけども、慣れが出てきたら、ちょっと投稿頻度を増やすっていう形でですね、やっていきたいっていうふうに今のところは考えてます。それこそ当チャンネルはですね、これライブとかを聞いてる人は聞いてるんですけど、今年はちょっと守りの投稿をちょっとやっていて、まあ、動画を編集をやっぱり強化しながらちょっと投稿するといったところをやっています。なので、速達性のものとかはですね、なかなかやっぱり撮れなく、なりつつあるので、その分やっぱり動画の編集とかで、やっぱりいろんな視点を持ちながら動画を投稿するっていったいうふうに今のところは考えています。なのでですね、ちょっと今後とも当チャンネルの動画をね、お楽しみいただければっていうふうに思いますね。あとは、ちょっと今試験的ではあるんですけども、一人複数役の動画とかも撮っておりますので、まあ、ちょっとこれは受け狙いでちょっと撮っているんですけども、やっぱり、まあ、一部の方には大変受けがいいので、ちょっとまだ見ていない方はですね、ちょっと当チャンネルのちょっと一人複数役の 動画を撮っていただければっていうふうに考えております。やっぱりこれの動画はですね、私が何人かちょっと役を考えて、で、それでちょっと声をできるだけ使い分けて、ちょっと投稿しておりますので、まあそんな一人複数役なんて、お前は寂しいやつだとはいうふうにですね、まあ思うでしょうけども、まあちょっとですね、面白半分でちょっと、主に乗り鉄動画でそれを投稿してるので、まあ乗り鉄動画をちょっとそういった動画をね、ご覧にいただければというふうに思います。で、もしそれがね、あと今4段投稿したので、あと6本ぐらい投稿して、それで皆様にですね、ご好評、ね、総合的にご好評いただいたら、ちょっとその動画を、そのシリーズ化をちょっと正式に決定していきたいというふうに考えております。なので、ちょっと、そちらの動画をですね、ご覧にいただければというふうにですね、思いますね。はい、そういったところでしょうか。でも今後ともね、当チャンネルはちょっともうだんだんね、まあ、ますます規模はね、大きくしていきたいというふうに考えているんですけども、やっぱり私の物理的な時間だとか、あとはちょっと精神的な気力だとかね、体力的にもありますけども、やっぱりそれがなかなかちょっときついのでね、ちょっとしあのー、あちょっと今月とか来月くらいとかは投稿頻度が随分減ってしまう可能性がありますけども、それでもですね、できるだけ当チャンネルの質を下げずに、下げずに、まあ、頑張っていきたいというふうにですね、今のところは考えているので、これからも応援よろしくお願いいたします。それではですね、今回のご報告は以上となります。今後ともチャンネルをね、チャンネルの動画をぜひ見ていただけるようによろしくお願いいたします。それではですね、今日の動画は以上となります。それではご視聴ありがとうございました。